イプロン安全帯というのはですね、通常の安全帯に電子部品を組み込みまして、電子式安全帯という形で、開発しました。で、使い方としてはですね、通常の安全帯の作業ですね、必ずどちらかのフックをかけて作業されるという場合には、こちらコントロールボックスというんですけども、この無線通信を行ってまして、そのコントロールボックスに何も変化はありません。ただですね、1個しかかかっていないにもかかわらず、そのフックを外そうとする、これは危険な状態になるっていうことなんですけども、そうした場合にはコントロールボックスから警告音が今鳴ってます。これ作業者の方に危ない状態になりそうだということを知らせています。さらにですね、完全に外した状態ですね、これを2秒ぐらい続けると危険な状態になったということで、ブザー音もちょっと変化しまして、作業者の方にすぐフックをかけてくださいっていうのを知らせています。で、さらにですね、このコントロールボックスには先ほどの作業データっていうのが蓄積されてまして、この画面ですね、この画面見ていただくと、コントロールボックスをパソコンに接続することで時系列で、作業のどんなことをされていたかっていうのが時間と回数で出るようになってます。これは管理者の方用のデータでして、作業者の方がその時にされたデータを見ることで、危険な状態、何時何分にこのようなことが起きているということが分かります。さらにもっと大きくフォーマットとして見たいということをご要望いただいてたんで、1日単位、月単位という表示ができるようになってます。これは何時にどの作業が何分ぐらい割合を示しています。で、危険な作業、先ほどブザー音が鳴ってたものですね、危険な作業、があった場合には、ここ折れ線グラフと、あと色も若干出てるんですけども、こういったもので目視で確認することができまして、管理者の方はこういった、作業の多い作業者に注意喚起することができたり、あと協力会社さんの評価とかにもつながるっていうものになってます。で、イプロンのまとめると、作業者の方には、先ほどの音で危険な作業を知らせて、で、注意喚起すると。で、コントロールボックスは後で管理者の方に見ていただくことで、こういった形で後で管理することもできますので、安全意識の向上っていうのも図ることができます。はい、以上です。